はい、どうも、不明だよです。BGM がちっちゃい。もうすぐ18時ということで、おそらくね、情報が解禁されると思います。新妻のね。はい、ということで、見ていきたいなと思います。さあ、18時になったけど、ここ最近の流れで言うと、すぐに来ねえんだよね。来てない。来てないけれども、あら、ちょっと20秒ぐらい経ったら、なんと来てると。来た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 、え、ズートピア。来た。はい、ということでちょっと見ていきたいと思います。ズートピア、ズートピアってピクサーじゃないよね。ここでピクサーじゃないの。クソ謎なんですけど、はい、誰も予想当たらないでしょ、こんな。普通にジュディとニックかな。リトルジュディ、高得点ジュディが出るよ、つなぐと前のツムを消すよということで、まあこの系はね、そんな強くないよね、正直。でこれ前ツム判定あるか、あ、前ツム判定あって、ボーピープ系や。画面中央のツムをまとめて消すよ。中央消去ですね。え、消去数はだいぶいってんじゃないですか。なんか中央とは思えないけどね。ここら辺も入っちゃってるんで、何なんだろうね。うん、36消去。あとはスキル発動数がどうかっていうところですけれども、さあ、明日、確定かな。明日確定ってか、明日新ツム登場ですね。さあ、ということで、まあ、スキル映像が解禁されてるんで、ちょっと、見ていきましょうか。これ、前ツム判定あって、どこでも繋がるやつですね。ボーピープと同じです。ここ、多分ね、こう言ってたんで、はい、こう言ってるんで、離れてても繋がるやつです。これ今14消してて、スキルループしてた。え、ちょっと待って。スキル発動数14、これ。今これ溜まっていない状況で、あ、16かな。こことここが多分、14。11、12、13、14。15っすね、これ。多分15っす。15。15ならね、15だとボーピープと同じか。あと補正がつくのかどうか。ですけど、806から、わからん。806からでも1000超えてたよね。1000超えてたんで、ついてたとしても、そんな悪くないんじゃないかなと。1000は余裕で超えてる。難しいね。1015で、まだこれだけあるんで、あ、補正ないかもしんないぞ、これ。あれ？ワンチャン補正ないんじゃない？あ、でも44消去あるんで、え、結構強い説出てきた？ 44 消去だと多分360枚ぐらいなんですけど、今806からもう1000なんで、もう、あとここ見てない、あ、見えてるところであと100枚ぐらいなんかありそうだしね。見た感じ。まあマイナス補正は多分あると思うけど、それでもそんなひどくないんじゃないかな。ワンチャン強いぞ。で、リトルニック。これはね、1,2,3,4,5,6,7 体巻き込んで、半分いけ。お半分以上いってんじゃないこれ。いってる？わ、なんで半分以上いってるかな？いってる臭くない？ 7 体巻き込んでるんで、いや、いってるよ。ここまでいってるよね。続々13じゃないこれ。やばい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 。
キリ発動数13の36消去？これ来たんじゃないですか？あるぞ、これ。だって7でここだもんね。半分以上いってるんで、発動数13くさいっすね。あとはマイナス補正があるかどうかですけど、まあ、これはまあ恒例の、ちょっと最後まで演出ね、終わらずで終わっちゃうんでね。ちょっとね。っていう感じですけども。え？やばい。これ両方とも結構使える説出てきたんじゃないですか。すいません。すいません。コロナのワクチンさ、だるいっす。でもね、もう18時なんで、まあもう、まだね、ちょっとだるいけど、まだね、その、なんか2回目よりかはね、ひどくないかなっていう感じですね。これがさ、高得点なんだけど、ちなみにスコアどんぐらい入ってるのかなっていうのも。あ、27万か。27万でフィーバーだと3倍だったっけ？もう倍ぐらいいける。倍以上は出るんかな？ 50 万以上入るんかな？高得点なんで。はい。確かボーピープとかは特に高得点積むに変化するわけではないんで、そう考えるとやっぱりね、ここは共に結構優秀かもしれないです。いや、やっぱこれだよな。これやばくない？マジで。36でどこまで補正なしなのかっていうところです。発動数13は間違いなさそうなんですけど。やばくない？発動数13の36消去。え？どっちが強いかな？個人的にちょっとリトルニックの方が気になるんやけど。はい。ということで、まあ、新ツム登場しますけれども、まあ、動画、はい。出しますので、ぜひ参考にしてみてください。引くべきかどうかっていうのもですね、明日の夕方には、投稿しますので、すぐに引かなくて大丈夫です。で、この新ツムの登場は、なんだっけ。今、ピクサーセレボやってますけども、まあ、それの終わったら、まあ、切り替えで来るんじゃないかなと、いうところですね。なんで、明日の11時です。に変わります。で、これね、多分期間限定のはずです。3月31日までというところなので、まあ、期間限定っていうのは確定してます。はい。まあ、そんな感じで。ちょっとスキル映像を見た感じ、まあ、パッと見そんな強くなくねって思ってる方多いと思うんですけども、まあ、発動数を見る限りだと、やっぱニック強そうだし、ジュディも高得点なんで、ボーピープとかのまあ上位互換になりそうだなっていうのは見受けられるので、まあちょっと期待はできるんじゃないかなと思います。はい。パッと見よりかは強いと思います。はい。そんな感じでございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。それでは、バイ。